皆さんこんにちは、竹林です。私は今岡山に来ております。明日は環境省の事業のために講演をいたします。飲食店を対象にいたしまして、ストローというものを最初から配るのではなくて希望者のみに配るというのように初期設定を変える提案をするということをメインメッセージとしたセミナーを行います。さて、この初期設定を変えるというのは小さな決断ですけども、いざやろうとするとお客様が反発するのではないかと考えてしまって、飲食店ではなかなか一歩踏み出せません。ということで、私はストローを自由にお持ちくださいに変えたら、実際に何パーセントのお客様がストローを使うのかを調査して、その結果を学会発表しますという形で提案したいと考えております。まずは1週間だけでもデータ測定にご協力いただけないでしょうかね。毎日1時間お客様の数と消費ストローの本数を報告する調査ですという形での提案です。あなたの善意が学術貢献につながりますという形で促すことで、ひょっとしたら実際にストロー削減のアプローチをしてくれる飲食店が出てきてくれるといいなと願っております。さて、私は今日これから最後の予行演習をして明日に臨みます。明日も朝一番で予行演習をします。本番が楽しみです。それでは皆さん、今日もありがとうございました。おやすみなさい。